近年、これまでほとんど注目されてこなかった全球規模の気候変動と知られざる大量絶滅の関係が明らかになりつつあります。2億3300万年前の三条気候期、当時バンギャー超大陸の沖合にあった現在のカナダ西部の海底で大規模な火山活動が発生し雨が100万年以上降り続くカーニアンタウ事象と名付けられた極端な気候変動が発生しそれによって引き起こされた大量絶滅が 恐竜のの時代の幕開けととなっった可能性がが高いことが分かってきました。まずこの時代の少し前に起こった背景から見ていくことにしましょう三畳期の地球は全ての大陸がバンゲア超大陸に集まっていました気候は全球的に乾燥していて特に内陸部ほど乾燥した暑い気候だったことが地質記録から分かっています三畳期の始まりには地球史上最大の大量絶滅であるペルムキマツ大量絶滅が起こっています この大量絶滅の影響でそれから2000万年後のカーニアンにおいても生物種が緩やかに回復していた状況であったと考えられますしかし1989年イギリスの研究者が初めてカーニアン期に気候が突然出循化した可能性を論文で報告しましたそれまで乾燥していた気候を示す堆積物に突然火星堆積物の薄い層が現れたのですまた同時期に地層中の炭素同位堆肥が極めて軽くなっていたことも分かりました 一般的に、淡水には軽い炭素12が多く含まれるため、炭素同位体が軽くなったということは、この時代に大量の炭水が大気中に供給されたことを意味します。しかし、この論文は発表された当初は、全く注目を浴びませんでした。1994年には、オランダの研究者たちが、火星堆積物は雨ではなく、地下水面の上昇によってもたらされたものであり、しかも、こういった湿潤な環境は全球的なものではなく、 多く限られた領域の局所的な現象だとする反対論文を発表したのですこのように当初は反対意見が根強かったものの近年カーニアン期に全球的な交付イベントが生じたと解釈される地質証拠が世界中の地層から徐々に報告されてきましたカーニアンタウ事象と名付けられたこの気候変動によって2億3400万年前から2億3200万年前にかけて地球は100万年以上も続く 雨のの時代ととななっっていたたことが明らかになったのです2018年に発表されたレビュー論文では集約された炭素同位体の高解像データからカーニアン期の地層に強いネガティブなピークが4回確認されましたこのことからカーニアン期には少なくとも4回のタウイベントが発生したことが示されていますそれではこのような全球的な大雨を引き起こした原因は何だったのでしょうか最有力の原因と考えられているのが大規模な火山噴火です カナダのブリティッシュコロンビアからアラスカにかけてランゲリア洪水玄武岩と呼ばれる大地が広がっておりその厚さは場所によって数キロメートルにも及びますこの巨大火星岩岩石区の大地はちょうどカーニアンタウジショウとほぼ同時代に誕生したことが分かっていますつまり火山から供給された大量の CO2 が地球を温暖化させ全球的に湿潤な気候をもたらしたというのが最も有力なシナリオです実は日本国内でも このシナリオを裏付ける証拠が2020年11月25日に発表されました九州大学を中心とするグループが岐阜県の木曽川河生で得られたカーニアン紀の堆積岩の同位体分析を行ったところ大規模な火山活動がカーニアンタウ事象とほぼ同時に発生したことが分かったのですこの時代上海洋となっていたパンサラサで巨大な海底火山の噴火が発生しその時に作られた玄武岩が 海洋プレートの移動によって分裂していき、それが現在のランゲリアや極東ロシア、そして日本に分布するに至ったという仮説です。それではカーニアンタウジショーは当時の生命にどのような影響を与えたのでしょうか。カーニアン期の生物層に何らかの大規模な変動が生じていたことは、実は1960年代から気づかれ始めていましたが、これまでは年代決定の誤差などが大きく、あまり決定的なことは言えませんでした。しかしか 数十年に及ぶ分析技術の進歩とデータの蓄積によって2020年9月16日にサイエンス・アドバンシーズに掲載された論文でカーニアン期にこれまで知られていなかった大量絶滅イベントが生じていたことが初めて報告されましたこの論文では化石のデータベースのレビューを行いカーニアンタウ事象に伴って海洋生物の33%が絶滅したことを報告していますさらに重要な点は この時代に現代の生物につながる多くの生物種が出現したことです。その中にはカエル、トカゲ、カメ、ワニなどが含まれます。そしてカーニアンタウジショウの後に、それまで目立たない存在だった恐竜が多様な進化を遂げていったことで、その後1億年以上もの間、生態系のトップとして繁栄したことも明らかとなりました。2005年にはカーニアン期の地層から最初の哺乳類と考えられる化石も発見されています。ただし、 この化石についてはまだ議論が続いている状況です。カーニアンタウ事象と生物の大量絶滅の因果関係はまだ完全には分かっていませんが、火山の噴火に伴う CO2 濃度の上昇による気温の上昇や海洋の酸性化と無酸素化、炭素循環の乱れなどが密接に関連していると考えられています。これまでビッグファイ5の影に隠れてあまり注目されてきませんでしたが、 2億3000万年前の地球に起こった全球的な気候変動と大量絶滅が惑星と生命の進化の分岐点となり現代の扉を開けたことが分かり始めています。それではご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。